Play Story。バーナ、離れてろ。しかし、くそ、動け。手負いか。無理に戦うな、逃げろ。俺は自分の意志で止まることができない。だが会話はできる。ダメ元で聞くが、お前はケイオスの弱点を知ってるか。知っている。だが俺を倒さねばそれを答えることができん。なんでそんなゲームみたいなことになってんだ。ゲームのようなではない、ゲームなのだ、ケイオスにとってはな。だが今戦うべきではない。お言葉に甘えたいがな。どうすれば。お前は見ての通りシークレットサービスですが。ジオバーナ、無事だったのか。今までどこにいた。ずっと大統領の後ろをつけてました。今までずっとか。なんでもっと早くに出てこなかった。一番人気のセール品は最初に見せるもんじゃないんです。では恐縮ですが大統領、あのクソを無力化します。ソルト避難してください。クライマックスって感じだ。マジか。フレデリック、無事か。少し気を失っていた。大統領はここにいる。よかった。ペンタゴンだ、つながるぞ。ソル、ホワイトハウスの軌道が再び修正されている。ギアメーカーは失敗したのか。ああ、押し切られた。残り時間は20分だ。そんな。ケイオスはどれほど先まで見越していたんだ。我々もこうなることが分かっていればな。分かっていた。え？そうだ、ケイオスにはこうなることが全部分かっていた。だとしたら、なぜ野郎は P 翼に入ることができない。大統領の生体認証がなければ P 翼の扉は開かないからだろ。だからなぜそれをハッキングできない。決戦兵器のセキュリティを突破するやつだぞ。確かに世界一の大魔導士でも開けられない仕掛けがある。それは P 翼は旧時代の完全な機械制御、違うか。こんな時に隠し事をしても始まらない。その通りだ。やはりな。ガブリエル、聞いてるか。ああ。マトリョシカの件だが、それは未知の言語じゃない。骨董品のドキュメントに翻訳が対応していないだけだ。ノートをアルファベットと数字に逆変換してみろ。Z
ゼップの人間ならわかる。わかった。少し待て。これは機械犬ローズか。内容は？すぐに全てとはいかんが。当たりだ。P 翼は脱出ポット。起動手順まで説明がある。しかし船全体の制御を奪われてる今、バイパスを直接駆動させる必要がある。7分以内に東通用ゲートから見える制御塔にたどり着け。やり方は任せる。さて、こっから神頼みだ。祈りを済ませろ。本当に行くのか？他に行きたいところがあるのか？できるなら昨日にな。シールドがなくなる。空気抵抗を計算して前に行くんだ。そんなことが計算できるのか？勘じゃないよな。今日はそれが一番確実だった。おいおい、やっぱり無茶だ。止まれ止まれ。火を入れたぞ。ギアメーカーどこだ？軌道を確認しました。次はどうする？P 翼に向かい、ギアメーカーとともにそのまま脱出してください。もう強行突破しか道はありません。国境5キロ以内に入れば脱出の有無に関わらずホワイトハウスを撃墜します。我が国の機体が間に合えば少しは時間が稼げるかもしれないが、タイムリミットがなくなるわけではない。急いでくれ。まだくつろいでるか。
これで終わりだ。問題ないと言ってくれ。今在庫を探してる。情けなどかけなければ勝てたもの。売り切れか。誰でもいい。時間を作れ。前置きはなしか。ディキンソン長官。残念だが、これ以上待てろ。リスクは理解しています。時間もない。話を簡単にしましょう。本日アルバトロス暴発の事件がありましたが、我々の所有するものはその難を逃れました。もしホワイトハウスを撃墜すれば合衆国を攻撃します。な、一体何の。いや、あなたにそんなことができるはずない。そうかもしれません。しかしそれはあなたも同じでは。ん、決して最善とは言えない決断にかけようとしているはずです。聞かせてください。その先にあるものは何ですか。あなたにはわかるのですか。わかりません。しかし我々に残された選択が祈りしかないのなら、私はソルにかけます。確かに彼は英雄かもしれないが。ダレルです。横から失礼します。私は現実主義だ。祈りで何かが変わるとは思ってません。ダレル。しかしこれだけは言えます。この場の誰もが世界を変えるような奇跡など起こしたことはありません。ソルバットがいい以外には。怪我は回復したか。おかげさまでな。ならばこれは最後のチャンスだ。チャンス。最後、俺には指揮権が。ああ、隙を見て先に行け。やれるのか、あんな化け物相手に。逃げ回ってばかりですっかり忘れていたが、俺も化け物だ。Thank you.
げるために立つな。てめえは少し黙れ。ああ、だがケイオスの弱点を聞きそびれた。それはもういい、急ぐぞ。します。ソル、開いたぞ。な、もうひとひねり期待したんだけどね。やはりまずい。さて、アスカ君、最後は指定対決の続きってのも悪くないね。そうですね、一度ゆっくりと時間を取りたいですが。それはまた後で。おい、なんだよ。フレデリック。おら！頑丈な扉だ。どこで買える？ホワイトハウスから通信。射出されたピーオクにはケイオスが登場しているとのことです。何？大統領は？皆無事です。ホワイトハウス、コントロールを奪還しました。ケイオスの身柄を確保するぞ。息はしてるみたいね。しかし、この顔は元に戻るのか？
ま、洗脳が解けたら爆発とかじゃなくてよかったな。モケイオスの罠は勘弁だ。大統領、この船の着艦先は決まっていますか？どこでもいい。たとえ何日かかっても私は地上から帰る。どうした？この船は二度飛べるほど強くない。みんなは救助艇でここから離れてください。アスカ、帰れないのか、それとも帰る気がないのか。信じてください。本当にこんなやり方は望んでいなかった。しかしもう証人はあなたしか残っていない。待て、アスカ、何を言っている。大統領、ティルナノーグは空飛ぶ戦艦ではありません。この船が作られた本当の目的は地球外への移住です。地球外？そう。聖戦時、一部の高官は旗色が悪くなったこの星を捨てるつもりでした。それがプロジェクトティルナノーグの全容か。船を受け入れるスペースコロニーもすでに存在している。400人が120年生存できる蓄えもね。僕は本と共にそこへ行く。な、何のために？探し当てるものと欲しがるものがいない世界、本を破棄できます。それなら本に宇宙服を着せればいい。君まで行くことはないだろう。お気遣い感謝します。ですが、覚えていますか、もう一つの僕の目的を。ソルの抹殺。ま、待ってくれアスカ、あれは何かの例えじゃないのか。ちゃんと説明してくれる約束だっただろう。本と同じです。彼の力もまた世界に必要はありません。バカな、ソルが一体誰を不幸にするというんだ。彼自身を。余計な世話だと言ったら。昔から論文で単位は取れても人に伝わる言葉を選ぶのは苦手だった。だから君に習って戦いを選んだんだ。この一瞬を僕たちの決着にしよう。勝手な野郎だ。こっちは魔法使い対策まで練ってたってのによ。そうだね、僕はいつも勝手だった。君にこの神の種を植えてしまった時も、その過ちを今から正す。気に入らなければ遠慮することはない。この手を振りほどき、僕を殺せ。ケイオスはまだ中にいます。意識はないようです。罠かもしれん。十分に注意してあげろ。
満足か。それ無事なのか。どうだかな。これはまさか人間になったのか。完全にってわけじゃなさそうだが。僕が犯した最大の過ちは、フレデリックがアリアと共に生きる時間を奪ったこと。だがこれでもう君を兵器や英雄として頼る者もいなくなる。100年前にやるべきだった。大統領、英雄ソルバットガイは死にました。ここにいるのはフレデリック・バルサラというただの男です。それを世界に認めさせたかったのか。またやれと言われてももう難しいぞ。どうにも不器用な人ですね。いや、いえ、アスカさん、聞かせてください。これが善意の集積ということなのですか。どこでその言葉を。いいのだ。それはまた別の話なんだけど、笑わないかい。宇宙旅行より面白いのか。ラジオだよ。ラジオを放送したいんだ。なんだそれは。人は美しい果実を求め上だけを見てきた。カゴが溢れていることや、その下で傷んだものにも気づかずに。それを知る者たちは良かれと思うことを試した。元老院やアリエルスもそれぞれに何かを求めた。そして抗う者と争いを生んだ。人の思いにすれ違いはある。対立もある。それを全て否定することはできない。なかったのは正しい知識だと思うんだ。正しい知識。68502011人、今この瞬間に存在する14歳未満の児童労働者の数だ。孤児、スラム、虐殺、重篤な病、子供兵、紛争。この空から見える景色で、ここからは見えない国境線で、日々絶え間なく生まれ続けている。本はそんな世界のありのままを教えてくれる。そして必要なのは呼びかけじゃない、数字だ。思想も利益も価値も介在しない、ただの数字、透明な数字。本はただ知る権利を示し、僕はただその数字を観測する。それをいつの日か善意の集積と呼べるように。世界平和の実験とはそういうことだったのか。人気番組とは行きそうにないな。ジオ、無事だったか。プライド以外はなんとか。カイ、レオ、今映像が届いた。ケイオスを捕らえたぞ。そうか、よかった。監視映像は復旧しましたか。いくつかな。私のボスがどこで寝てるか教えていただけると助かるのですが。誰が誰だか見分けがつかん。これは治るのか。治ってもらわないと困ります。襟元のダサいバッジはボスとは呼びたくないですから。あ、どうかしましたか。そのバッジは漫画みたいな星のやつか。よくご存知ですね。ああ、いや、ちょっと待ってくれ。すまん、映像を少し巻き戻せ。少々お待ちください。そこだ。これが何なの。警備主任は上着を奪われたりしたか。いえ、上着を奪われたのはウドウです。ケイオスは人の姿を自由に変えられる。新人のバッジはそこまでダサく。まずいぞ。
ケイオスはまだホワイトハウスにいる。ミルピコ、僕の大好物だ。でもこれね、しばらく放っておくと水と元気が分離しちゃうんだ。ほら、よく見て。人間ってのはこのミルピコと似てる。原液の部分が人間のあらゆる欲求、そして水が生物としての純粋な生存本能。上澄みだけじゃ味気ないし、原液だけでも濃すぎる。でもそれを混ぜると すごい美味しい。この状態が人間ってわけだ。バカな、まさか。ところがね、僕は純度 100% を超える原液なんだよ。そして僕は僕のために存在してない。存在するのは部の中が水だけになることを何かが許さなかったとき、ケイオス。それは君にあげる。何？いつ気づいたのですか？自分で書いた本だもん。見ればすぐわかるよ。本物はこっちだってね。本と融合したのか。これが一番安全だった。昨日まではね。来た。さて、グランドフィナーレだ。せっかくだからこの星のみんなに出演してもらおう。何が起きている？こんなこと言っても信じられないだろうけどさ、君たちの健闘を心の底から祈るよ。会いたいからさ。前にも増してくだらねえ生き物になっちまった。
バースデーソングが聞きたいか。めでたくはない。神は想像を得ちまった。お前、力を失ったのか。まあな、減量に成功した。残念だね。お前との決着は最後の楽しみだったのに。まあ、もうどうでもいいか。待て、お前なぜ笑わない。念願の神様になってご満悦じゃないのか。この景色、お前にはどう見える。お前の嫌いなものは牛乳。じゃあ牛乳だ。もうここからお前を突き落としてもくたばらない。私には1に見える。0か1かの1、ただあるだけだ。昔はもっと0があった。そのバランスが2や3を生み、調和と不和が美しく入り乱れていた。でも今の私の世界には1しかない。だから全てをゼロにするつもりか。そんなことしても意味はない。蝶は芋虫に戻れない。アスカはいらないだろ。まだ本には用がある。そいつに天国のゴシップは載ってねえ。黙って返せば見逃してやる。男前だね、あんた。に、逃げろ、触れていく。もはや万が一にも勝ち目はない。こいつを見てから言え。トリックだ。月がこれほど近づいて地上に何の変化もないはずがない。さすが天才くん。そう、トリックだよ。でも月がそこにあるのは事実だ。高波が町を飲まないのも、水温上昇を起こさないのも、月が地球の質量に負けて砕けていないのも、私がそれを止めてるからだ。わかる？私が死ねばそのトリックが消える。我々は手を出せない。くったらないよね。私にはもう勝ち負けの世界もなくなった。イノは何をするつもりなんだ。どうでしょうか。ただこのまま何もしないわけにはいかない。もはや安全な場所があるのかは分かりませんが、あなたたちはすぐにここを離れてください。あれと戦うつもり。自分で希望を捨ててしまえるほど度胸はありませんから。でもあなたは決して来ないでください。私以外にはもう誰もイノを止められない。だからです。あなたのおかげで少し分かった気がする。イノの言う通り、私は自分の居場所がない世界に息苦しさを覚えていたのかも。
まだ実感は薄いけど、感情があるんだ。でもだからこそ、それを誰にも気づかれたくない。なぜですか？私はフレデリックが好き。そしてそれは彼の求める未来じゃない。だからあなたの言葉、少しだけ甘えさせてもらうわ。最後に彼の顔を見ておきたい。最後などにはさせません。イノはもう全能の存在なのよ。たかが全能。私に答えを示す。まだそんな目ができるなんて、尊敬するよ。もうもったいぶる必要はないだろう。何を始める気だ？何もしない。私は見てるだけ。ただきっかけを与える。きっかけ？これから全人類が私と同じ力を得る。私の見る景色を知ることになる。その世界には自由と平等がある。その世界には希望がない。だがあらゆる生物は絶滅の危機に瀕した時、進化の機会を与えられる。もし人の可能性が無限というのなら、私はその先にある未来を知りたい。完全な生物なら
完全な世界を作れるとは限らない。なら次の世代に託す。そうか、魔法とはもともと自然の法則をねじ曲げる力だ。イノのような巨大な力を全ての人間が乱用すれば、この世界の崩壊とともに新たな宇宙が生まれる。私はそれを繰り返す。求める答えを見つけるまで何とでも。緊張する自分が滑稽に思えてきた。それではまるで本当の神だ。しかし、人の欠点を探す暇があるほど自分自身を知っているのか。私を倒せる存在は背徳の炎とユノの天秤だけ。それももういない。何？いや、わずかだが、ここにある。ドラゴンインストール。ユノの力。だが半端だ。もう行かなくちゃね。イゼオ見てみたかったな。さようなら。バーナム、頼まれてくれるか。感謝するよ。ほんの少しでも揺さぶられた。うん？やりたかったことってこんなことなのか？敵になる覚悟ができた？あんたとは戦いたくない。じゃあ何をしに来た？ガサツで荒っぽくて一人を好んで怖いものがない。それ私？ソルの旦那だよ。まあそう、二人ともよく似てる。でも一つだけ違う。あんたは旦那みたいに自分の欲しいものが見えてない。あんた前に言ったよな、人が生きていく権利は自分にしか見つけられないって。多分幸せってやつもそうだ。何でもいいから拾ってくもんなんだよ。どこかで一度でもそうだったって自分に刻み込むんだ。人生の最後にそれを思い出せるようにさ。見てみたいね、お前がそれを思い出せるのか。それであんた笑えるのか。そんな目をするなら勝ち誇ってざまあ見ろって言ってるあんたの方がまだ良かった。あんたも私もフィクションの世界を作り続けてきた。今日はそのどちらかが完結するだけ。あなたよ、イノ。ジャック王。
役者が揃ったね。やっぱり損得の問題だった。世界と私、どっちが消えるのがマシか。君はまさか。待ってくれ、ジャックちゃん。消えるってどういうことだ。私は自分の存在と引き換えにイノを止められる。それは私の役割で当たり前のことなの。でも心配してくれてありがとう。当たり前なんてことあるか。マシなんて言い方あるかよ。感情が伴わなければ世界を救う資格はない。あなたも同じことをしようとしてたはず。しているの？一方的に別れたら追っかけてくるんだろ。やめて。もう他に世界を救う。世界だと？そんな適当な理由で俺の前から消えるな。適当って？俺は決めたんだ。お前がアリアの半身として俺の前に現れた時、何者だろうと何があろうと隣に居続けるとな。決めた？そんな自分勝手に人類を巻き込むつもり？誰の立場で言ってやがる。星か宇宙か未来か、誰が人類の価値を決めるんだ。そもそも人類が生き残るのは自分勝手なんだよ。あなたは強いね。本当に私が肯定できるのはあなたを思う気持ちだけだから、その世界を救うことに矛盾はない。やっと見つけた世界なのに。あなたが助けたいのはアリアでしょ。もうダメ。きっとアリアも戻ってこない。私には他にできることも居場所だってない。俺が一度でもお前をアリアと呼んだか、
アリアが帰ってこないなら、それはあいつの意思だ。だがジャック王、お前はアリアが残したかった何かだ。アリアのあの帽子なんだよ。だったら、たとえ世界が滅ぶとしても、それだけは譲らねえ。世界が滅ぶとしても、ほら、もう分かったでしょ。私たちの救うべき世界が。私はこの男のそばにいられるなら、世界が滅びてもいい。結局お前たちは助からないぞ。かもな。かもなじゃねえんだよ。ほんとイライラすんな、てめえはよ。答えろ。種もねえのに何ができる。なんでてめえは諦めてねえんだ。俺の勝手を通しちまったからな。悪あがきぐらいさせろ。世界はあるようだな。その花火があんたらの切り札ってわけ。お前のその目、よく知っている。目、ああ、この世界はそんな目の正義が争い続けてきた。そして勝者は何かを勝ち取った。だが、なぜだろうな。今もこうして同じ目と向き合って、きっと戦い方を間違えてきたんだ。我々の切り札はそこのバカ一人だよ。何を持ってきても私が消えることはない。 100% ない。今の私の 100% がどんな意味かわからないだろうけどな。ただの言葉だ。そう思い込んだ奴らが、そいつの小さな世界のいつかの過去に過ぎない。アウトレイジ。ジルボットのエネルギーが続く限り、出力が無限に上がり続ける。記憶力に問題があるみたい。そのガラクタはさっき通じなかったろう。ソフはまさに致命的な攻撃を受けた。今の魔法使い、リズメの魔法使いは有効だった手段を有効な限り繰り返す対ギアメーカーの作戦か。アメリカの大統領、私の目はどんな。持たざる者、追われる者、尊厳を求める者、お前の目はその全てだ。そしてそのどれでもない。いつか過去に過ぎる。フレデリック・バルサル、それが証明できた。再生能力がある。ああ、弱点をつかなければイノの言う通り、どんな力も意味がない。今度ばかりは本当に悪あがきだ。よかった、それなら私も自信がある。
待ってくれてよかった。やつの右手だ。手のひらを見せるように仕向ける。左を狙え。十分だったはずだ。なのに、なんで作った？飽きねえからだ。俺に意義だの大義だのはない。バカだからな。ただ、大事なもんってのは読まない本みたいに勝手に増えていく。その中のどれかに人生を変えちまうような言葉があったとして、そいつを探している間に新しい本が積み上がる。だから何か飽きもせずにずっと続けられるもんがねえとよ。世の中誘惑が多すぎる。お前にもあったかもな。アクセル、あんたの言った通りだ。私には何でもあった。いいこと、悪いこと、でも今は何も思い出せない。いろいろあったはずなのに。忘れちゃったのかな。綺麗な浜辺を一緒に見ただろ。あんた怖かったけど相談に乗ってくれた。俺嬉しかったよ。何でもいいから思い出してくれよ。なんであんたが泣くんだよ。他に何にも出ないんだ。女みたいなブランドな。
ファストフードですか？ホワイトハウスが再建されたらまたこいつが遠のくからな。毎日空は眺めていたが、ここからはまるで別のものを見ているようだ。チップが帰国しました。ヘッドハントは空振りか。観光には随分付き合いましたが、バカにはバカの道があるそうで。各国からデータの回収、機密保持協定も確認しました。あとは午後からの葬儀が済めば、一連の事件に関しては概ね収集できます。21発の銃声とともに英雄を天に送り出してか。今日はこの空が一つであることを願う。それにしても今回の件はどの組織も報告書に頭を悩ませるでしょうね。結局イノが欲しがった未来って何だったのかしら。お前にならわかるはずだ。いや、我々にはか。え？自らを満たすたった一つ、彼女にはそれが見つけられなかった。そして彼女になかったのは過去や未来じゃない、今です。過去も未来もその恵みも礎も今を知らなければ価値を持たない。人は自分だけを見て自分を知ることはできない。確かにそれはよく知ってるわ。今営業中？目がいいな。それで営業時間の張り紙が見えなかったのか。本当にこんなボロいところがジャズで合ってる。本屋なら40キロ先の村にある。マナーブックはそこで探せ。ボロい理由が分かった。ボロってな、趣を知らない奴の言葉だ。それ小説家なんかの受け売り？その出来じゃ古本の初版しかないな。チェ、サイズは 201Z、 インホイールタイプで5ピン。 201Z、 どこから来たんだ？その妙な薄着でよく耐えられたな。知らないの？流行りのシャツだ。上着なんか着たら台無しだろ。都会から車で28時間、ここじゃ何でも28時間後に流行る。ほら、マジかよ、本当にあった。ああ、そこにあんのはスピリタス48型だろ。それがどうした？やっぱり俺は正しかった。おい、 201Z はいらねえのか？こんな噂を知ってる。スピリタスはもう絶版で手に入らない。全部アメリカ政府が回収したからなんだって。でも
大統領が親愛と反戦の意を込めて、それをある人物の墓に埋めたんだ。しばらくして、一人の若者がその墓の前に立った。彼には、どうしてもその人物の死が信じられなかったんだ。だから、非常識は承知で掘り起こした。そして彼が見たものは、遺体もスピリタスもない、カーラの棺だった。それは、誰の墓だったんだ？多分、あなたが知らないって答える人だよ。今日は帰る。今日は？また来る気か？マナーブックを買ってこなくちゃな。田舎暮らしのあなたにはわからないだろうけど、都会のチャラいガキが薄着でここまで来るのは、そこそこ情熱があることなんだぜ。スピリタスは売らねえぞ。わかってるよ。裏にあるあれに使うんでしょ。じゃあ何しに来るんだ。どうかな。多分友達になりたいんだ。10時から16時。お？それ以外は来ても空いてねえぞ。ずるい生き方をくれてやる。ざまあみろ。わからないけど、そう伝えてって言われたの。あなた、本当にアクセル？平和とは何か。誰かが、いや、誰もが知りたがってる。なぜか、簡単だ。誰も見たことがないからだ。目の前に不幸がないとしても、そうじゃない世界があることを知っている。山も谷もある。だが全てが平らになっても間違いだ。不平等を許さないだけの仕組みは、人から罪を奪う。人の居場所というものは土地や建物じゃない。安らぎがある場所だ。安らぎは人が罪を許す時に生まれる。世界から全ての罪が消えた時、それは世界から安らぎも消える時だ。人類の意味をなす歯車が止まる時。じゃあ平和とは夢物語か。それは簡単じゃない。人の顔が全て違うように、夢見る世界も一つじゃない。相入れない人間もいる。ただ一つ分かることは、完全な世界なんてものを目指す必要はない。失敗していればいつか向こうから来る。大事なのはその日が来るまでに生きる意味を知ることだ。今から
第1回のラジオ放送を開始します。初めてなのでうまく話せないかもしれません。Your hand touching me, what do you want to know? It's just beautiful, it's just beautiful. Your eyes reflect in me, what do you wish for? 'Cause I want to know you, so let's talk about you.Crystal clear water. I never want to forget you.
は存在している。